はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、こちらアマンテックさんの USB-C から USB ケーブル、USB-C to USB ケーブル、こちらが USB の A ですね。でこちらが USB の C のケーブルになります。ちょっと開けてみましょう。これね、見てください。これまずね、箱がね、なんかちょっといい感じじゃないですか。安物っぽくないというか、結構アンカーさんっぽいって言ったらいいのかな、悪いのかちょっとわかんないですけど、まず入れ物のこの箱自体でちょっといい感じがしますよね。これ押すとこのスライドされて、サンキューフォーチューズイングアバンテっていうのが出てきますね。アバンテックを選んでくれてありがとうって書いてますね。かっこよくないですか。でここをパッと開けると入ってます。なかなかいい感じですね。入れ物、箱の段階で結構いい商品だと思います。まあ、中身が大事なんですけど、この梱包というかケース自体にもこう気を配ってみるみたいで、使ってみようかなっていう気になりますよね。こう開けると、最近こういうメッセージが入ってるメーカー多いですね。入ってるものはこちら本体のみですね。今回は90センチの長さのになります。でですね、こちらですね、こちら側が最近発表された、MacBook Pro の2016モデルですね。新型の MacBook Pro に対応した、あと MacBook にも、ついてますね。そちらで使うことができる USB-C という規格のケーブルになってます。でこちらがですね、 3.0 の USB のケーブルになっております。でですね、結構このケーブルが太くて丈夫なんですが、こんな感じですごく柔らかいんですね。もうちょっとグッと180度折り曲げるのは怖いんですけど、これちょっとビニールっぽい感じでですね、すごく安心感はありますね。丈夫なんで、ここもですね、そんなによく安っぽいケーブルだとですね、すぐ折れて、中の導線が出てくる感じもするんですけど、こんな感じもなくてですね、質感すごくいいですね。ここがアルミなのかな、金属になってて、 3.0 ということなので、転送速度も非常に速いですね。でちょっと私がですね、持ってるこの USB-C の規格のものがですね、先日初フライトで飛べなかったというドビーのみなんです。でですね、今ドビーが修理に出しててですね、手元にないので、これを刺して使えるものが今現在手元にないんですが、今回こちらをですね、コスパダイレクトさんからですね、提供していただきました。初めて手にした USB-C のケーブルになります。長さもですね、90センチとですね、長すぎず短すぎず非常に便利な長さになってまして、こうくるくる束ねてもですね、そんなにむちゃくちゃもちゃもちゃせず綺麗にまとまる形です。ちょっと今充電することもデータ転送することもドビーがないので、またドビーが修理から帰ってきたら付属してる USB-C のものとこちらと比較して、お買い動画をまた上げてみたいと思います。今回はこちらのアバンテックさんの USB-C という USB ケーブルの紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。